はうるさいんだよ、あの作者やなんかに。いやいや、だから一家論があるから面白かった、だから読もうかなと思うからね、聞いてるんだね。まあ、まあ、まあそうやね、伊集院静かなかもしれないね。白何でも面白い、大人の伊集院静かな。あとは孫の方がしてます。自分の子供じゃない、孫は孫の絵として孫を作っていうことはね。山内、あんまり今のは冴えなかったな。山内にしてはちょっとあれだった。最悪だな。一昨年もあのフレーズは出た。そう記憶にある。まあそんな風に悠々自適でやってます。琴さんよろしいでしょうか。な、一時間読まない。優秀だと面白いよ。いや、あのね、罰則ながら今回遅れたのはね、古藤がね、俺に前回久岡たちと会った時に本を一冊、これお前読めって遅れたんだよ。その時さ、俺もさ、作者もあまりだし、あの乗り気じゃなかったの。そしたらもう返さなくていいからって持たせたのがあったんだよ。そしたらつい1ヶ月ぐらい前電話かけてきてさ、あの本なんで返してこないんだって言うからさ、それ取りに戻って遅れました、すいません。返さなくていいとは言ってない。いや、見せてやれよ。俺もね、読んでなかったの。で、彼に催促されてさ、あ、そんな本があったなと思って読んだんだけど、つげか、つげか、大した本じゃないね。そうみたいな。俺に言わせりゃね、だってさ、日本人からよ、あのエクアドルかパラグアイか知らないけど、行ってさ、そんな小説読んだって面白くもない。悪いけど、あの本はね、いや、つげさんっていうのは知らないよ。知らない。その本自体、いや、あの他の本読んでないから偉そうなことは言えないけど、その本自体ね、読んでもね、君とは種類があるな。まあちょっと脱足ながら、ごめんなさい。しっかり。そうだ。いや、あいつの本し。別に意味がないよ。プロ野球が見て80。ということはジャイアンツも80。結構ね、こだわりのある人生をあのやってるの、彼なりのこだわりで。80歳かな、そうじゃない。ふみちゃん、なんかあと言いたいことなんかない？いや、ないです。もういいの。あ、僕ね、あと脳梗塞をしてます。あ、脳梗塞。あ、そう。そう。何年？十何年、15年前と。去年だからね。18年前。2回やってます、病院で。あれで。梗塞っていうのは詰まるの？俺は出血だから。少し違うのか。ちょっと違う。高校で捕まえたもん。ケツ。でも気をつけなきゃな。びっくりした、去年山内が倒れたって聞いてさ。ねえ、まあ、俺だけ元気なやつがさ。まあ、まだ山内くらいが脳出血じゃなくて下血っていうのがあるから。脳出血。出血だね。あの脳出血という言葉があって。脳がなくなる。それは3つジャンルがあって、一つは詰まる脳梗塞、はい、これは風味さん、それがパーンといって出血するのは脳出血、それは僕で、もう一つはくも膜下出血、くも膜下、この3つを合わせて脳卒中、ね、これでパーンといってコロッといけばいいんだけど、大体これはコロッといかないから後が大変。でも全然感じないぐらい回復してるよね。一番今心筋梗塞って言ってさ。はい、以上です。以上です。あの藤本でございます。あ、成績一緒だ。あの去年からこれに出させてもらいまして、まああの10番だんだん顔を今覚えつつあります。そのような状況を長らくありましたんで、あの私皆さんと同じように年取ってまして、あの東工大で今あのまあ化学科の教授をなさってます。まあ、生物科学といいますか、あるいは現在のバイオロジーといいますか、まあ、あの科学と生物が狭間ぐらいの状況や遺伝子とか構造とか、あのそのようなことをやっております。でこれちょうどいいとして、ここの1年が最後の年ということで、来年からはもう暇だからいつでも出ました。まあ、そのような状況でございます。さんのあのすごいね、教授だ。